はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、東京オートサロン2023の会場に来てるんですけども、はい、なんとですね、三菱さんブースもめっちゃ人いっぱい、うん、すごい人ですね、今日は ね一般ビス初日、一般の人が入ってその雰囲気でビデオ回そうと思ったけど、いないとき回せばよかったね。そうちょっと、ね、ちょっと段取り不足ね、こんだけ人ね、たくさん来るとちょっとね、悪いけどびっくり、うん、びっくりです。まあまあ、でもね、今回まあ、デリッカミニと、はい、そしてクロス EV、クロス EV、うん、実は私たちがプロデュースして作り上げたという、ね、はい、ところをね、ちょっと皆さんにご紹介したいな、はい、今年もやりましたよ、まあ、今回、はい、まあ、EK クロス EV、まあ、スムースバイタフト、うん、そうですね、そういうコンセプトで、うん、まあ、EV、まあ、電気自動車なんですけども、はい、やっぱり三菱らしい、まあ、オフロード、うん、アウトドアらしさ、はい、まあ、タフタを出したいっていうご要望で、うん、まあ、まあ、グリルガード類、はい、まあ、ルーフラック、リアラダー、うん、まあ、あとは当然のリフトアップをしたいっていうね、はい、そこまで三菱さんからのご要望が出たんで、ちょっとびっくり最初 ねしたんですよ、上げたいよっていうことだったんで。そうだってね、EV ですよ、要は。そう、EV、電気自動車ね、うん、リフトアップして展示したいって、うん、三菱さんもなかなかね、うん、ちょっとこう思い切ったことを、うん、今回ね、全体的に三菱さんで、ね、はい、やる気があった、やる気、すごい熱意がね、やっぱりその企画段階というか、お話いただいた時からね、なんとかしてほしいというね、熱意がありましたんで、うん、そうそう、まあ、こちらも答えようと、ね、うん、デリカミニだって新型車で、ええ、要はそれよりリフトアップしたいんだと、うん、まあ、カスタムでね、だってノーマル飾ってたっていいぐらいですよ。そうもうそれで目玉になるね、商品なんですけど、うん、それね、最初から、うん、カスタムして、出したいと、はい、でその後ですよね、実はね、ちょっとしてから、そう、実は EV もという EV も上げたいんだけど、うんうん、まあまあ、でもね、僕ら三菱ファンからするとね、やっぱりその、うん、EV だからっていうことではなくて、やっぱこういうスタイリングを三菱さんが見せたいって言ってくれるのはすごく嬉しいし、うん、そうそうそう、まあ、見たいってお客さんも多いんじゃないかなと思うんで ね、まあ、これをちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、はい、まあ、とりあえずついてるパーツ、そうですね、まあ、簡単に説明しましょう、まあ、フロントガード、はい、フロントガード、これはフラックスさんのお手伝いといただきまして、フォトフラックスさん、まあ、男爵クーという名前で、そうそう、まあ、デリッカミニとについてるなんか近しいんだけど、うん、ちょっとね、そう、やっぱり車が違うんでね、まあ、取り付け点とかいろいろちょっと違うので、うん、まあ、特殊にアレンジをしていただいて、はい、まあ、作っていただいたと、うん、まあ、特徴はこのホグランプ周りの、そうですね、ちょっとね、デリカの極太とは違うこういうイメージを、うん、モチーフいただいたり、うん、ちょっとおしゃれ心でウインチ、ウインチ、ウインチ風ついてる風の風、ウインチ風こういうね、造形を入れていただいたり、うん、まあ、このあたりはフラックスさんのセンスでね、まとめていただいたんですけども、上手だよね、やっぱね、うん、ね、うまくこのスタイルに合ってるものを作っていただいたと、そうそうそう、でね、実際にね、ちゃんとこうセンサーね、避けて、そう作ってあるんで、はい、非常にいいのかな、これもね、いい出来かなと思って、うん、そしてこの上ですね、ルーフラッグルーフラッグの上にカオフザイヤー、もう三冠受賞ですから、そう、これもフラッグさんの、ね、バスターズベースで、うん、まあ、寸法をアレンジしていただいたんですけども、うん、はい、デリカミニの方はフェアリングというフラッグさん独特の、うん、ね、フェアリングがついてる、風よけがついてるんですけど、うん、こちらはランプバージョン、うん、まあ、実はフラッグさんもランプもつけれるようにもともと設計されてるので、はい、まあ、趣向を変えるということで、まあ、こちらはランプ仕様でいきたいという三菱さんのご要望もあって、はい、ちょっと今日はね、眩しいんで上向いちゃってますけど、ランプバージョンということで、うん、こちらは用意してますと、はい、これも、まあ、今回特注、うん、であとはもうミニもそうですけどルーフレールタイプなんで、やっぱり取り付けがやっぱりちょっと今までのバスターズと違うということで、まあ、この辺りはやっぱりフラッグさん工夫されて、まあ、できる限りその、まあ、ローポジションに、うん、まあ、つけたいということで、この辺りもその短い期間の中だいぶこだわりを持ってやっていただいてるところです ね、はい、はい、で後ろ、後ろもうルーフラッグがついてたらやっぱりリアラダ欲しいよね、そうっていう、まあ、この三菱さんの3点セット要望がございましたので、うん、まあ、このリアラダーもね、そう、まあ、バスターズベースでね、やっぱりミニもそうでしたけどルーフスポイラーがどうしてもついてるので、はい、まあ、デリカみたいにスッと下ろすわけにはいかないということで、うん、まあ、ここはフラッグさんちょっといろいろ検討いただいて、まあ、上からちょっとこうまたぐような形の、そうですね、まあ、ステイを作って、うん、作っていただいたと、うん、なんでこれでも後ろからのバックビューもオフロード感というかね、うん、まあ、車高も実はですね、北海道北見のパドックさん、そうです、なんとパドックさんのスペシャルな足回りが入って、はい、まあ、50ミリ程度上がってると、うん、まあ、ね、まあ、この前後車高調で、前後車高調で、うん、
だからもうこのパッとバックスタイル見て もう車高が上がってて、うん、AT タイヤを履いて、うん、でまあルーフラックリアラダ、はい、まあ、本当にもうちょっとオフロードなね、うん、タフなイメージを作り上げれたんじゃないかなというところです ね、なんかもうルーフラック役に立ってんね、役に立ってますね、まあ、このためにつけたという機能なかったですけど、いやいや、うん、いやでもこれ本当に、完成してね、まあ、ラッピングは三菱さんの方でデザインしてますけど、このちょっとマット調な、ね、グレーのマッティングで、うん、スポーツ的に、まあ、これは、うん、マッチしてるなというところだと思います、ね、はいはい、まあまあ今回ね、うん、この EV、まあ、リフトアップして出したんで、はい、なかなかねこう電気自動車をこうやってカスタムできるんだっていう、そうですね、うん、はい、ね、一つのいい例になったのかなと、まあ、イメージとして、ね、皆さん持っていただければ電気自動車の何ていうかその広がる、ね、楽しさというか、まあ、こういうイメージもできるんだよというところでね、うん、まあ、三菱さんらしさじゃないかなと思います、はいね、はい、まあまあまあ今もうなんか、ね、ショーが始まるんで賑、ね、やかになってきましたけども、はい、もう本当に見てくださいこの人、すごい人ですよ、すげえ人、うん、やっぱりね、まあ、皆さん注目してんだなと、はい、いうところでぜひ盛り上がってほしいと思います、はい、はい、ね、まあ、今回私たちやりましたけども、はい、次回もそうですね、次回も来たら嬉しいね、まあ、また来年もぜひお手伝いして ね素敵なイベント車両を作りたいと思います、はい、はい、ということで今回は、まあ、あの東京オートサロン2023ね、三菱ブースから、はい、はい、EK クロス EV ね、ご紹介いたしました、どうもありがとうございます。ありがとうございます。